皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、11月の16日、12時29分。まあ、今日は、アンラッキーモルフィスさんのこの間の、土曜日の神戸ハーバーランドスタジオというライブの件ですね。まあ、ちょっと笑い話を混ぜながら、まあ、メッセージを送りたいなと思います。まあ、一般人の方も聞いていただいて、まあ、面白いところを楽しんでいただけたらなと思います。まあ、ギタリストの陣屋と呼ばれていた人なんですけど、多分同じ名前のままメンバー変わってますよね。で、この間のその神戸ハーバーランドの時は、昨日、岡場駅を降りて、エコリラがあって、そこにイオンモールがあるんですけども、そこで転院してますよね。そうでしょ。で、もう、だいたい僕そうだなって思ってたんですよ。この前にね、宝塚音楽学校があるから。そうやろっていう方の方が、絶対そうでしょっていうことの方が、まあ、わかりやすいというか。で、まあ、どうなんですかね。僕の同級生だったね、小倉幸宏っていう、男はいるんですけども、その同級生はダークアンシェルでドラムしてるんですけども、僕はもうちゃんと運転免許証をね、自分のホームページで貼り付けて、出しますから、もう僕の言ってること信じてもらったらいいと思うんですけども、1977年生まれなんですよ。彼も絶対そうだと思います。もしかしたら、1月2月とか、そのあたりの生まれで、1978年の可能性もあるといえばあるかもしれませんが、もう多分1977年だったと思います。で、彼はね、まあまあ、周りの目、まあ、阪神淡路大震災がありましたからね、まあ、ちょっと売れてるバンドのところで、ちょっと面倒見てもらえませんかというところで、まあ、ラルク・アンシェールのドラムとして、加入させてもらって、で、まあ、周りのメンバーの人たちと、その先輩後輩があって、まあ、その辺のところで喋りにくい、喋りやすいだとか、他者から見られてどうこうみたいなところで、多分彼は年齢を偽ってしまったんだと思うんですけど。インターネット上で。か、バブでそれやられたか。55歳になって。そこ笑うところ。で、僕もね、この間、アラケモルフェスさんの、そのメンバーを見たときに、もう最近のバンドのメンバーはそうなんですけども、結構メンバー変わってるでしょ。だからエネルギーの残存量問題とかで、その各自分の近い地域までの範囲のところで、ライブに出るとかね。まあ何かそういうような形で対応されてるんだなと思います。で、あと、まあこれはアンラッキーモルフェスさんの、まあ、方たちや関係者の人たちへ、そのバンドのそのライブ中に、まあ、こっからここまでは撮影してもらっていいですって言ってた場面あったじゃないですか。で、まあ僕もそれ、撮影して、記録してるんですけども、僕が立ってた位置びっくりするか。ライト。買わさんかったら、出演者誰か全く分かんない。ライトの光。で、11月のね、あれ土曜日だったから、11月の十何日だったから、ちょっと待ってくださいね。18が月曜日で、17が日曜日、16日の土曜日。11月の16日ですよ。兵庫県で。なんか寒いなって思ってた。なんおかしいな。外で座ってる時でもこんなに寒くなかったなって思っていて、なんでこんな冷えるんやろうって思って、いや、結構お客さんも入って、これだけ人入っていたら、これぐらいの季節だったら、暖房かけなくていいのにって。冷房かけられていって、あれ切り替え忘れてるでしょ、本当は暖房いない。もうええから、ライトで暑いから、もうエアコンを使わなかったらいい。で、あれだけ人数集まったら、11月、
上旬、中旬、もしかしたら下旬ぐらいまで、もう頑張ってあったかさキープしてる時期だったら兵庫県で、それぐらいの時だったら、もうエアコンなしで大丈夫だから、あれだけ人数集まったら、あとはライトの明かりと、あれ結構暑いから、あれ近づきすぎた。これ一般人向けに言ってるんですけども、僕もね、ホテルマンとして働いていて、結婚式場とかで働いてますから、スポットライトとかもありますし、それだけじゃなくて、宴会場でね、ライブとかもあるんですよ。で、結構部屋大きいです。ポートピアホテルとか、ホテルオークラだとか、一番大きな部屋は、もともと3つの部屋を仕切ってる大きなパーテーションとかを、壁をね、こう、移動式のものなんですけども、それを取り払って、円卓でね、400名ほど座れる、かなりのスペースとかあります。だから、ちょっとしたホールと同じぐらいの大きさですね。なあ、そういうふうなところで照明とかも扱ったりとかもしましたから、あれ近すぎたら髪の毛から新郎新婦さんそのスポットライトのその光、光量が上がれば上がるほど、はっきり見えてね、顔が綺麗に見えるとか肌が綺麗に見えるとかあるでしょ。頭から煙出始めた近づきすぎて。だからあんまり、だからそれは、そこの披露宴会場を仕切っているキャプテンとかはね、基本的にキャプテンが、キャプテンってなんか知らないですけど、呼ばれてるんですよ。これ本当なんですよ。実はね、本当。どこのホテルでも披露宴で、その披露宴会場を取り仕切ってる人間はキャプテンって呼ばれてるんですよ。僕もよくわからないんですよ。なんでキャプテンって呼ばれてるのか。もういろんな、ところのホテルで働いてましたから、今まで大阪ヒルトンホテルとか、ホテルオークラ神戸、ポートピアホテル、神戸市立ホテル、フルーツラパークだとか、ナルトレーサンスリゾートホテルだとか、もうどこ行ってもキャプテンって呼ばれるんですよ。その披露宴の会場を仕切ってる人ね。だから、なぜ、どちらかっていうと、キャプテンって船長みたいな。結婚式で。これ面白い話混ぜてるんちゃう言うから司会者の人が、これから二人の大きな船でその仕切ってる人の名前が、その役職はキャプテンっていうことまでお客さんに教えておいてあげた方がいい楽しい披露宴になるか最後、そのこれからの人生の大きな船手にっていうところで、どうりで、それで、こう、新郎新婦さんにね、こう、次、これですよ、あれですよ、あれする、ああするんですよ、こうするんですよ、とか、こう、対応してるのが、動線とかね、こう歩いているところ、そういうところをね、先に自分が前を歩いて、誘導していったりだとか、それしてあげなかったら、みんな、披露宴って基本的に人生で一回だけだから、どこどう歩いたらいいとか。みんなよくわかんないから、その場その場で。結構みんな緊張してますから、多くの。特に会社の上司の人とかが、こう、たくさん集まってるとき、新郎、新婦両方の上司の人とか集まってるとき、お互いそれ結構意識しますから。あるある、あります、あります。いろんな意味で、いろんな意味で。披露宴っていうものは、本当に高いんですよ。40名、60名ぐらいの披露宴で、だいたい200万円ぐらいします。で、なぜそんなものが開けるかっていうと、みんなからのお祝儀があるからなんですよ。わかります？これ。ちょっと、頑張って3万円ぐらい積んどいたのかとか、ちょっとうちも家計ちょっと今苦しいから、1万円ぐらいでちょっと勘弁しといてもらおうかとか、人によっていろいろあると思いますけども。10万は出しすぎですよ。それはちょっと頑張りすぎてる。もう世の中の実態とかみんないろんなこと、長年ある程度生きてきた人だったら分かると思いますけども、本当に仕事、雇用調整でどこの会社も、なんとか成り立ってる方で、ほとんどの人は、正社員雇用じゃない人たちだらけなんですよ。で、会社の倒産まで分かってしまったら、どこからどこまでが正社員雇用なんだろう。絶対そうなるから。で、アンラッキーモルヘイさんの話に戻しますけども、そのね、
ライトにはね、ある程度気をつけながら、自分で、ある程度動けるようなところでね、ああいうふうなところを立ち位置にしてたんですけども、真ん中からこう、やや左、僕から見てね、ステージから見て右手になるんですけども、柱が立ってるでしょ。あれ多分阪神淡路大震災の後、立てたんだと思いますよ。僕もなんかその話相談しに来られたことあったと思うんです。鶴の一声か、それか亀の一括ね。柱ぐらい入れとかんかいって、あんだけ大きな地震があって、そんなことも分からへんのかなって。言ってたんですよ、そういうことをね。2階に座席席を作ってしまったって。最初はなかったやろ、それって。それもともと、もうあれやぞって、もう。もともと最初上軽くしといたら地震が来た時に揺れた時に上が重たいから下が潰れるんですよ。本当に僕のホームページから地震関係のところの特に阪神淡路大震災の時のね、もう実際僕が生まれ育った兵庫区のね、地域だとか、まあその近辺のところ、中央区とかもそうですし、まあそういったところの実質的な建物の倒壊の仕方とかの映像がね、あれも映像です。僕はもう現場見てますから、あれは本当の映像です。で、下の方のフロアぐしゃって潰れてるんですけども、あれも上の方が重たいからなんですよ。何が重たいってコンクリートをつけてるからですよ。余計。建築業界が、これって言って、わーっと見せかけて、お金をね、稼ごうとしてきて、で作らされた方は法人税とかをね後から知ってしまった方は、あれ固定資産税に固定資産のその固定資産のね、まあ税金というか、固定資産税は固定資産税で別にあるんですけども、資産がどれぐらい持ってるかによって法人税って変わってくるんですよ。 15% ぐらいの人もいれば 23.1% の人もいます。だ会社がビルなんか建てたら、だ賃貸を見たときに、こちらの方が賢いっていう意識を持っておかなきゃダメなんですよ。ビル手に入れるんだったら、もう49年前から少子化始まってると。どうせどっか倒産するからと。向こうの方から、不動産屋の方から、誰か借りていませんかって言ってくるから。もう固定資産税でそちらも困ってるでしょうと。フィナンシャルグループなんでしょうしって。もう本当はそうだから、絶対に。もう法律見とったらバカバカしくなるから。銀行は他の業種を扱ったらダメだっていう話になってるんですよ。法律で。なんか別会社作って、で、三井不動産とか言ってるんですよ。三井住友銀行。正直言いますよ。その昔のね、法律作っていた人、よくわからんまま法律作ってないでしょ。銀行が金貸してるんだから、返済できなくなったら、自分たちで差し押さえなかったら、もっと取り返すことできなくなるでしょ。自分たちが倒産するんだから。民営化分かってなかったんちゃうかと。公務員が銀行を動かしていた日銀時代の内容の法律ね。法律稼働させていませんかと。フィナンシャルグループ見たらわかるでしょと。結局、銀行と証券会社と、ね、不動産会社と製薬会社、もうここはね、まあ、悪党業界。本当の、ものすごい。そういうふうなところでね、絶対銀行だって差し押さえさせてもらえんかったら、それまたどっかに転売しなかったら絶対無理じゃないですか。だからもうどっか倒産するとこ、またがだからジャニーズが倒産した一番の原因は、まあジャパニーズをね略して一文字飛ばしで、もうあんなもうすぐ髪の毛染めとあんなアホみたいなやつらもう海外に出して日本人ってバレたね。ややこしいことになるから、一文字取ってジャパニーズをジャニーズにしとけ。冗談で言われたこと。本気にしようって。ジャニー来たが。海外の人から見たら、漢字を見たらね、
日本人なのか台湾人なのか中国人なのか分からへん、絶対どこの国の人もさ分かるのは日本人と台湾人と中国人の人だけもしかしてベトナムの方って中国語とかある程度使ってます？その辺ね、国境が近いところって結構いろんな人種の人たちとか混ざってるから、その辺の言語をある程度理解されてる人たちって結構いると思うんですけども、どこの国も両サイドとか南南北とかでこう国境がつながって、まあ国境がつながってるというか、国が隣接してるところまあある程度文字理解できる方いらっしゃると思うんですけども、漢字出されたら分からないでしょ本当もう最初元々倒産してるんですよ、ジャニーズって。で我々の方で助け舟出して、スマップさんが売れて、まあ一応年上の人たちがほとんどですから、売れてね、牧原さんとか良い曲を作ってた人がいるんですよ。そういう人たちにね、曲作ってもらって、最初の方の曲めちゃくちゃ遊園地のプールとかねライブ開いて、大した売り上げあるかないかだけで、見ただけで普通わかるんでしょ曲のクオリティが高くなかった、もう余計なことしすぎ、踊らされてるっていう言葉は、まあいろんな人にも当てはまるときは当てはまりますけども、たまにトランプさんがなんかおやってせいでしょ、アメリカの大統領自分でこう踊らされてるもん、真面目な顔してアピールしてあれ笑いながらやったら、もう僕に叱られるときはもう世界中どれだけの大物って呼ばれてる人物でもめちゃめちゃ叱られていろんなところから叱られます本当に最悪お金の流れ止められますから本当に本当にで、それね、これね、長年、こう、活動してるときに、歌詞と曲なんですよ、音楽って、絶対に。まあ、曲だけのものもあるときはありますけども、絶対に普通の、CD とか、まあ、バンドとか、活動するときって、歌詞と曲なんですよ。いちいちこんな踊りの振り付けなんかしてる時間があったな。良い歌詞書こうかなとか、何か映画とか、良いっていう、この世間の評判の高いね、映画とか見て、それ題材にして、ちょっと良い歌詞書こうかなと、良い内容を見たら、良い歌詞って書きやすいから。で、あと、それに合わせてね、曲を作ると。曲の音っていうものは、その歌詞に合わせた感情表現とか、もしくは、その歌詞がね、あんまりにも不幸な人に当てはまると、まあ、ちょっとこんなメロディーだったらちょっと悲しすぎるんちゃうかと、聞いてる方も本当に悲しい人生を送ってる人はちょっとこれ耐えられないんじゃないかと、まあ、そういう人向けに、まあこう軽快なね曲にしておいて緩和すると、聞いてる方が聞いていられやすいように、なんかそこは気遣いがあるっていうことがわかるから、だから買おうかなとか、この人いい人だなっていうところで買おうかなって。だからまあ、グレイの皆さんとかはそれはしっかりできてます。ある程度の時ですよ。僕と会って、もうエロ歌詞書くなって言われ始めた時ぐらい。それぐらいの頃から。ビーズの皆さんとか。あちらの方が年上ですよ。だけども、まあ、わかんない。なんかもうその話から、本当はYさんの方が年上になっちゃうすごくしっかりしてるし。なんかあの人、月間レストランの売り上げとして、1ヶ月で5月1億円以上売り上げたらしいで。そんな世界どこにもない。フルーツアパークのバーベキューコーナーの客席の数見たらわかる。1店舗としては巨大すぎる。
あれ満席にした時にバーベキューハウスと、あとバーベキュープラザっていうところは昔使ってたんですけども、そこも大きな円卓、12名掛け1つの円卓で、さすがにそのフライパンはアルミ使ってます。鉄だと重たいから持ち上げない。こうやって円卓広いから、こうやって電動場所でこう持ち上げなきゃならないから、腰が絶対やられるから、一日中そんなことしてない。さすがにそこはアルミの、まあ、それもそこそこの重さありますけど、もうこんな大きな12人用だからお肉の取り合いになるから、焼くところのスペース小さかった。早く焼けたもんがお腹空いてた、絶対取り合いになるし。パクってパクってっていう言葉遣いあるでしょ。あれって食事のことなんですよ、円卓とか。一つのお皿にこうたくさん食事を盛り付けてあって、それを速いスピードで食べて、ちょこっちまだ肉焼けてんで、まだ俺これだけしか食べてんでとか、そういう風なね、人用にああいう風な言葉が、ちょっとパクんなよっていう、そう、パクパク食べるっていう、それ盗むとまでいくかどうかわからないですけども、あんまり食べすぎてね、それで割り勘だとか言い始めたら、お前何言うとん、7割ぐらい出さんかいって、まあ一回言うた方がいい時は言った方がいい時があります。本当に意地汚いですよ。たまにいるから、そいつ。ちゃんと焼きながらね、お前ちょっと大丈夫か、食べとこうかとか、そういうことをね、言う人は、まあ、もともといい人。で、断ってるのに、さらに強引に肉入れてくる人は迷惑な人で、で、正直ね、上身のとか、どちらかというと、バラとか、ハラミとか、ロースとか、一般的なお肉の方がみんな食べたいでしょ。その臓器の方の上身のとか、特に千枚そっちを焼いて振り分けてくる人は、これは断ってるのにね、断ってるのに振り分けてくる人、僕は上身の好きだから別に振り分けてもらってもいいんだけども、お前食ってるかとかいいのさらに入れてくる人、入れてくる上司とか、それは悪い人。まあライブの話に戻しますけども、まあフッキーさんがね、途中で声がしゃがれ声になっていて、あ、ちょっと声出てないなっていう時、これまあたまにテレビ出てる時、まあグレイのテルさんとかにね、もうちょっと喉限界いってるなっていうのが分かった時に、かすれ声で無理に歌ってるっていう状態の時、ライブとかのしすぎで、まあ、そういう時は僕が自分の喉を貸し上げたりとかね、まあ、そういうふうなことを対応したりしています。まあ場合によってはそれで、今も結構年配の方ですけども、若い頃の声に戻すこともできます、神がかり的な力で。で、ライブ中にそのフキさんの方の声がね、まあちょっとかすれてたんでね、まあライブ中にちょっと気を使ってね、喉かしたりしました。で、その話したら、今僕の方の喉がもうやられてます。ちょっと今、水飲みに行きたい気分なんですけども、その話は置いといて、そう、エアコン、ちょっと真面目な話で、これはもうメモしておいてもらった方がいい。各ライブ会場を回るときに、もう自分たちから、自分たちが主催者だから、まあ、音楽事務所の方かな。昔もそれ言ってあげたんだけども、分かってない人おるからって、ちょっとエアコンは作動させないこと。ほとんどの人は外を歩いてきてるから、冬場とかあったかい格好してるでしょ。である程度荷物とか持ってきたりしてるわけじゃないですか。やっぱり僕みたいに、僕の場合はちょっと特殊で、自分の家にね、不法侵入何回もされてるから、パソコン関係とかもう昔から悪党業界の人間と戦ってるから、すごい本当に。で、もう、エロ関係のところだけども、もう神戸市内で10件以上過ごしてるから。建物のこと。
建築業界の連中も何回も僕の動画見たしてるでしょ。人口少子化しとんのにこんなに無駄に建物建てやがってって、お前ら国民の税金こんなに使い込んで何消費税上げたもねって。そんなことする暇あるんだったらもうエアロ業界のその建物潰しに行ってこいって言って、ちゃんと裁判所とか通して。これで堂々と仕事したって言えるぞって。我々はそういう業界の人間と組んでませんって。それ誤解されたの。お前らも電波で攻撃され始めてたらそんなことも笑取られへんぞと。スポーツ業界で頭の中、お前らの頭の中使うぞと。そういう話。これが民法720条正当防衛丸一丸二や。ちゃんと読んでみって。第三者のためにも使えるって回答って。性犯罪者と性被害者という立場があって、性被害者の方は絶対立場上なんです。性犯罪者の方は下。あんなもの作ってたら、あんなもの置いてたら性犯罪者が増えるだけで、まあそういうふうな形でね、ちょっとね、各ライブハウスとかじゃなくてホールとか大きなホールとか、もしお客さんが結構入るぐらいの、マーケティングとかを行って、まあ、1万人前後とか、1万人を超えるようなライブをするときにね、これ冷房入れすぎて、特に冬場というか、まあまあ、まだ秋といえば秋だけども、いやもう、けどもう11月半ばなんかね、冷房なんか入れないとお客さん途中に帰り始めて、もう言ってくる人は言ってくるよ。僕も客の立場で一回言ったことあるから、お客さんとして言った、あいつらなんかあそこおかしいって、冷房入れようって。もうなんなんあいつら嫌がらせしようって。集団訴訟、どうしますって聞きに来たの。チケット代返却させますって。そういうのはある。100% までとはいかなくても、何割かの過失あるとか、そういうような話になってくるんですけども。まあなかなかさすがにそういう裁判ってなかなかないですよ。けど、あるんはありましたよ、今まで。本当に。だから、ちょっとね、ライブハウスの会場の方にね、まあ、これ、まあ、今の時代で言うと、どちらかというと、それ、嫌がらせとかじゃなくて、暖房と冷房。雨降ったでしょ、土曜日。まあ、僕は台風消滅で、の方で動いてるから、やっぱりどうしても雨とか降るし、で、まあ、昨日はね、さすがにちょっと風まで吹いたら、問題あるかなと思って、お客さんの入りとかね。あ、まあ、こういうふうに、ね、風だいぶ吹いてます。前の方のあの木見てもらったら分かる。まあ、ボリューム上げてもらったら、かすかにカタ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 音鳴ってると思うんですけども、アルミサッシの鉄格子のところは、まあ、アルミサッシ格子なんですけども、正確に言うと。まあ、鉄格子って言った方が分かりやすいと思うんですけども、まあ、ああいうふうなところがカタ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 鳴ってるのは、まあ、台風とかね、消滅させたり、大型化させないために、台風の、雨風雲を取ると。まあ、そういうような形で覚えていて、特に、まあ、皆さんに覚えておいてほしいのは、5月、6月、7月だとか、まあ、7月はそうでもないかな。あと、10月、11月、こういった季節に関して、台風が、もともと多いんです。だから、その時期が基本的に、本当に、気張って、台風の対処をしっかりしておかなきゃならない時期であって。まあ、そういうような形で動いてるんで、まあ、雨の降り方はね、ライブは中止になることでもないし、まあまあ、ちょっとポツポツ雨降るかな、どうかな、程度で、まあ、ライブ終わった頃には、まあ、雨は降ってないっていう状態で、まあ、こちらも全く何もしないっていう状態は、それはそれで、まずいなとも思ってますんで、まあまあ、その辺のところは折衷案で、まあ、ライブ終わった後は、まあ、雲がある程度出てるぐらいで、まあ、雨降ってない状態でっていう、まあ、理想的な状態ですね。だから、まあ、風に関してはね、まあ、他の日とかでしっかり撮ってるし、まあまあ、大丈夫だと思います。他の国の方に台風行ってるからね、まあ、その辺のところは、しっかり対処してあげなかったらって。まあ、こういうふうな話とかはね、世界に広まったらね、世界中で、あとは曲のクオリティさえ良かったら、売れるでしょ？見てもらえるでしょ？採用者してもらえるでしょ？
例えばガンダム系とかでね、売れ線でいくとその世界中でも知名度があって、あとはもうワンピースだとか、な日本を代表するようなアニメとかで採用してもらうような話があるとすればですよ。だからその辺のところに関して本当は僕は集英社さんとかそのワンピースだったらね、あとはまあガンダム関係とかだったら本当は曲とか歌詞、まあこういうふうな曲とか詞作ってきましたっていうのを先に、教えていただきたかったりはします。基本的にはまあすごく良いさあのもの、まあ、君の名はに関してもそうだし、ガンダムナラティブ、まあ、こちらはもう両方とも話の大枠もう僕の方でストーリー、伝えていて、まあ、こういうふうにこうこうこういうふうな話でってこういうふうな形でってで最後はっていうような話で、まあまあそういうふうな作品に、まあ歌詞の内容が合ってるかどうかだとかで、やっぱり映画も臨場感だとか、あとは曲調とかによって盛り上がり方だとか感情がどうこうだとか、そういうものってすごく要素として大きいんで、やっぱり曲って大事なんですよ、歌詞も。だからまあそういうふうな大きな仕事が入ってくる入ってこないもあるかもしれませんし、でやっぱりその長年音楽業界で活躍しようと思ったら、やっぱり本当に、1万人を超えるような、ライブっていうものを何回も平気で、開催できましたと、成功できましたと、お客さん本当に来ましたと、そういうようなところまでたどり着けたら、まあ、最後の最後ね音楽業界で、まあ、活躍できると、まあ、そういう世界ですから、まあ、そういうふうなところでも、まあ、M レボリューションとアマリリスを、この2曲に関しては、日本を代表するようなアニメや映画に、まあ、採用していただいても全然問題ないと。まあ、僕はそう思っています。まあ、そういうふうな話をそちらの方からね、話持っていってもらったら、いいと思いますし、あとはね、まあ他の件のことは別のそのアンラッキーモルフェさんへ真面目な話の方で昨日お伝えしましたし。まあ、今回はまあ、これぐらいですね。まあまあ、野球の日本代表戦も、まあ、全勝で、予選通過しましたし、現地の台湾でも、やっぱり僕はテレビ見て、あれこれ言わなかったら、台風消滅、ちょっとサボっていたりだとか、もうこちらの方で、もうそちらの方でも、雨風取ってっていうような形でもう途中でチェンジしましたから、もう僕はテレビつけた時はもう最初全然雨降ってないんですよ。ですぐに雨降り始めてちゃんと風も吹き始めてね、だそういう意味含めてね、野球の話とかが好きな人は僕の、動画で喋ってる内容とか野球の試合思い出しながらとか、まあある程度期間、時期が来たら無料で YouTube で、動画が上がってくると思いますけども、ああ、淡江さんが言ってたプレイって、ああ、こういうことかっていうことを、確認してもらいながら、まあ見てもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ楽しめると思いますよ。ああ、野球ってそういうもんなんだって。まあ技術的なところもそうですけども、まあ神がかり的な力もそうですし、ちょっと面白い話しましょうか。キューバ戦。僕も自分が草野球の時にしたことあるんですけども、もともと僕、中学校の頃は野球部だったんですけども、変化球を打つ練習ってしたことないんですよ。まずないんです。ほとんどなかったですね。野球部に在籍していた中で、10回なかったですね。変化球を打つ練習。だから、もともと僕変化球全く打てないんですよ。だけども、自分なりの自己流で
草野球の時に変化球投げてこられた時にどういう風にして打ったかって言ったら、バッターボックスってね、こう後ろの方と、まあ、前の方あるじゃないですか。後ろの方に立っておいて、で変化球ってこの辺とかで曲がってくるから、変化球だってこう分かるんですけど、前にこうバンってこう打つっていうね。それをそういう風な打ち方を9番のサントスっていう選手がやり始めて、なんかその人結構それするらしいんですよ、予選の頃から。それまあ結構それはそれで、あのだその打ち方した時に失敗してね、相手がストレート投げてこられたら、わかります、こう変化球がそのね、こういってる間に自分の方から前に加速していってるから、150キロぐらいのストレートが160キロぐらいの体感スピードが、もう動き速い人だったらプラス20キロぐらいになるから、その自分が動くことによってバッタに加速もしなくなるんですけど、だけどもうまあまあ、あの変化球の時はね結構有効な打ち方なんですけども、もうそのサントス選手を見た時にね、それでヒット打たれたんですよ。で、じゃあヒット打たれたんじゃなくて、最初それ空振りしたんですかね。いやもう今の近代野球、もうプロの世界でそれは無理だと、いろんなボールがあるからと、それしよったらもうそのうちボールゾーンまでどうせ打ってしまうからと、そしたらどうせそれ僕がそれ指摘してくることを、前もそれやられてるんですよ、僕それ忘れていて、それついつい心の中でそう思って、それが伝わるんですよね。そしたらその場で普通に立って打つ方法でヒット打たれて、ニコーってし、ね、やられたっていうような形で、サードまで行かれました。本当に三塁打打たれて、頭の中の行き先は日本のピッチャーに行かなくてサントス選手に行って、もう僕の話はもう世界中の野球界に伝わってるから、もうとてつもない人間をいっぱい送り込んでいますから、どうだろう、アンラッキーモルフェさんたちは僕と年齢どれぐらい差があるんですかね。まあ何人かは僕がフルーツラバークで働いている時に働きに来たでしょう、会いに来たりだとか。だからそれがあるから、1996年、7年、8年、9年とかあの頃で言うと、例えばゴルファーで石川遼っていう選手がいますけども、彼も昔一時はものすごい有名だったんですよ。賞金王、20歳ぐらいになって。で、まあそれは僕は頭の中渡したりだとか、勝たせてあげたりしてたんですけども、彼の場合は5歳ぐらいの頃にフルーツラバーク来てるんですよ。で、まあ仲良くなってね、抱っこしてあげたりだとか、まあ、そういうふうなことをしてたんですけども、だから誰が何歳の頃に一番最初来たのか、まあこれは双方、記憶がはっきりないとよくわからないことですけども、まあある程度の年齢、まあ20歳ぐらいねの年齢で、フルーツフラワーバーグに、ああ何か来たなと、来てるなと、だから2007年8年ぐらいの頃に、もしかしたら全員僕と会ってる方なんじゃないですかね。どうなんですかね。なあ、まあまあその辺の話とかもあって聞いてみたいですし、まあまあ本当はまあプロデビューしてからグレイの皆さんもそうなんですけども、まあ、グレイの皆さんはインディーズの頃からハイレベルな曲を、当時の出せる音としてはまあハイレベルな音というか曲を作ってました。まあシンプルながらにもですよ、あんまり多くの楽器とかを使ってなくて、シンプルなりにも、できる、自分たちのできる範囲で、良い曲を作ってると。だまあ
演奏フォームに関してはもうアンラッキーモルフェさんに関しては僕はすごく高い評価をしていて、まあ昔で言うとボーイ X、 特に X さんの皆さんの頃からですね、あの日本の音楽業界がギタリストとかドラムとかが、あ、こんなにすごい、例えばドラムだったら叩きまくる、演奏できるんだと、ライブできるんだと、何時間もと、すごいなと、正確に音出してるわと。昔で言うとね、僕もこの間のライブ中に、みんな音がしっかり出てるって、それがすごいところって、すごいすごいって言ってたでしょ、大きな声で。まあ、ある程度届いてたと思うんですけど、客席は笑ってた。その後の僕が言った言葉で笑ってたから。昔の人は結構出てない人いたからって言ったのは、あれみんな笑ってましたけども、その当時の人からしたらね、今から27年前とか、それぐらいの頃、特にインディーズ時代の頃とかで、こう、機材とかをしっかりと調整できるできないとかもそうなんですけども、例えば僕だったらホテルマンをしていて、音響設備使いますよね。披露宴の入場とか退場とかで曲流したりとかありますよね。で、喋ったりするときマイク、まあ、結婚式じゃなくても、会議だとか集会だとか、まあ、そういうふうなところで会社の集まりとかでね、マイク使ったりとかするじゃないですか。で、その時にお隣とかがある場合があるじゃないですか。キーンっていう音とか、だからそういうふうなのが昔は結構あって、そのプロの音響さんがついていなくて、自分たちでそれしようとしてもあんまりよく分かんないまま調整しようとするから結構失敗したりだとか、昔はね、そんなにその機材の扱い方っていうものも分かってなかったりだとか、あとパソコンとかそういったものがあんまり発展してなかった。もともと僕は若い頃、学生時代の頃なんていうものは、テレビもブラウン管っていう呼ばれてるテレビで奥行きがすごくあってね。で、パソコンとかもそういうふうな、ノートパソコンなんかがなくて、こうテレビみたいな奥行きのある画面 で、その前にキーボードが置いてあって、まあ、到底あんなもの持ち運びなんかできないっていうようなね、その頃の時代はフロッピーディスクって呼ばれてるもので、そういうふうな時代の頃だから、そんなにすごいアプリとか、簡単に、音が出せるようなものがなかったんですよ。だから昔の音楽業界の人たちは、そういった部分も込みで、うまく、ライブを成功させなければならないっていう時代で。昔は、だから、音響さん、あいつしくじりやがってとか、音響担当の人間のライブ終わってから、それでちょっと言い合いになってしまいましてとか、そういうふうな話をね、ミュージックステーションとかでしていたりだとか、昔はそういう話は結構あったんですけども、あんまりにもハイレベルなこと昔ね、ジャンダルクの皆さんだとは思うんですけども、記憶で言うとね、そこも最初の歌詞めちゃくちゃだったから完全にそこにもう歴代で一番最初の出だし一番やばいわあんなライブ見に行って大丈夫かと、本当に怖い連中ばっかり来るんちゃうかとどうするってお前が暴れてしまわへんかどうかの心配や僕の友達をね、その建築業界の友達と、ブレイクアウト祭りっていうのを見に行ったんですけども、インディーズのバンドがね、人たちが、何組も集まって、もうブレイクアウト祭りなんかすごい長いですね、ライブ。8時間ぐらい、8時間か10時間、12時間、10組以上出るんですよ。で、だからどんな形でライブ行くかって言ったら、自分のその興味のありそうな、そのこのバンドがいいんじゃないかなっていうようなところをこう見に行くっていうような形のものになってくるんですけども、すごいハイレベルなことをインディーズの頃から知ろうとして
原曲の CD も購入して あったから、あれ音出てんなって多分しくじってる分かんないですよ、その神がかり的な力うんぬんとか、その頭の中うんぬんの話とかもあるから、だからその辺のところで、そう、あの失敗してるとか影響あるといえばありますから、だからそれは本人に聞いてみなかったらわからないんですけども、昔はそういうのって結構珍しくなかったんですよ。でまあ大体けど、まあメジャーデビューして何年か経過してから、あのつてうんぬんとかいろいろ勉強する機会とかがあって、エモレボリューションとかアマリリスにたどり着いてるわけじゃないですか。グレイの皆さんもそうなんですよ。まあまあデビューしたての頃の曲も良かったんですけども、やっぱりそれから年数をデビューしてから、まあ、10年後ぐらいの頃は本当にものすごく、アルバムに入ってる各曲のクオリティがすごくハイレベルな曲ばっかり入れてくると、これ全部シングルでもいいんじゃないか、全部は言い過ぎですかね、言い過ぎました7割ぐらいこれシングルでも売れてたんちゃうかとか、まあそういうふうな、まあまあ表現の仕方とかで言うと、まあそういうふうな、クオリティが高い作品が作られてたんですけども、まあまあ音楽業界ってやっぱりそういうもんだと思いますよ。デビューしたての頃はまだまだインディーズと、まあ、アマチュアとそのメジャー、まあプロとの、アマチュアとプロとのちょうど境目の頃で、まあプロっていう肩書きで、レコード会社を通して、まあ世に出て、まあテレビに出演できるイコールが、まあ、プロデビューみたいな形の認識だと。やっぱりテレビに出なかったらまず難しいですからね。意外にその、シングル1枚目とか、まあダウンロードバージョンにしてもそうですけども、いきなり1曲目で、例えばね、ガンダムだとか、ワンピースだとか、そういうふうな世界的にね、売れていくようなものを一緒にタイアップつけてもらえるかって言ったら、やっぱりみんなそこは一つ一つ結果出していって、なんですよね。日本の歴代男性バンドって書いてたかな、まあ、バンドベスト100のところでルカっていうバンドの曲を聴いてもらったら分かると思うんですけども、あの曲って、あの曲がメジャーデビューの曲なんですよ。あれ聴いてもらってもらってどうです。あの当時ですよ、27年前の当時。グレイの皆さんの確かデビュー曲は真夏の扉で、まあどちらかというと真夏の扉に関してはインディーズの頃にも作っていて、インディーズの頃に作ってた曲の真夏の扉の方がいいです。はっきり言って聴き比べてもらったらいいです。余計なことたくさん入れすぎ、プロ化してからジャケットみたいな、なんか映画なんかこう女性が幽霊のようにこうフックスようにこうだんだん拡大していくようなジャケットだふざけて作ったのかな白と黒の、ちょうど中間色ということで灰色っていうことでグレイっていう名前のバンドなんですけども、まあ、昔から僕も言ってたんですけども、その裁判所の裁判官は、法衣服を着るときは黒色着てるでしょ。で、まあ、行政にも間違いがもともとたくさんあったっていうことで黒を着されてるんですけども、あと死刑判決とかあるから喪服という意味で。だけども、もう今の時代は黒と白の間の灰色の方がいいんじゃないかと。その方が中立の立場みたいにも見えるじゃないですか。裁判官の立場がね。まあまあ、黒と白の間っていう部分で、まあ僕としてはいろんな意味ですごく共感を持つような名前のバンドなんですけども。まあまあ、名前には常に意味があって、まあ僕の名前だったら淡井圭介の圭介、背景の圭だとか、啓蒙活動だとかの啓蒙だとか、まあ何かものを教えるっていうような、啓示だとか、物事を教えるっていう部分が
すごく大きな意味合いを占める名前なんですけども、まあ自分の人生を振り返ってみると、一般人の方と比べると、ああ名前通りだなと。だからまあ自分の親は良い名前をつけてくれたんだなっていうことが分かるわけであって、でその実名をね伏せてしまうのは良くない。全員実名で、しっかりと漢字も本当の漢字で、自分の名前の漢字で、区役所とかに市役所とかに提出してる名前でしっかりと世に出た方がいい。その方が良い曲良い歌詞を作れます。これを言われた時に、すんなりと理解できてない人は、先ほどまで僕が話していた神がかり的な力の世界が全く分かってない。あとコンピューターの電波の世界だとか、頭の中の話だとか、そういったことはまず全く分かってない。これは分かるぐらいのところまで、の人間になってほしいっていう会話を、まあ昔したと思うんですけども、メッセージ伝わってたと思うんですけども、髪の毛の色が紫色ってね。いやだから僕からしたらね、真面目な時、特にスポーツの勝ち負けで頂点狙いに行く日なんか一切笑わないですよ、本当に。特に試合中、まず笑うことは絶対ないです。試合中に笑わされたら無理ですよ。そのサントス選手みたいに走りながら打ってくる。その後、その打ち方プロの世界じゃ無理やわと、しかもこれ代表戦やでみたいな、ところね、その瞬間普通のよし来たと、普通の打ち方で急に切り替えてきてスリーベース、けどその試合ね、まだその先があるんですよ。そんな曲芸打ちしてくるんだったら、こっちも自然と曲芸打ちが発動するんですよ。牧選手が日本、まあ、横浜ベイスターズ所属の日本代表の牧選手が右バッターの人で、こう打ちに行ってね、止めたバットなんですよ、変化球で。あれこれボールかもしれないと思って、こう止めたバット、それがちょうど芯に当たって、止めたバットなんだけども、芯に当たってるからそこそこ速い打球飛ぶでしょ。で、僕はセカンドとかショートとかを守ったりしてたんですけども、内野手ってね、相手のバットが止まったら自分の動きも止まるんですよ。最初一歩目、そのバットの振り方とか当たる角度を見て、最初の一歩目右に動くか左に動くかとかが決まってくるんですよ。まあ、とにかく前にはちょっと動こうとするんですね。すぐに動きを加速させるために。一瞬の動きですから。最初の、まず一歩が素晴らしいスタートを切れるかどうかで守備範囲が決まってきますから。止められたら、野手も、もうこう、こう、された瞬間、こう、金抜いて、止まっちゃうんですよ。で、セカンドの横。打球が横と抜かれていって、止めてるんだけども芯に当たってるから、そう、止めてる場所がちょうどベースの半分ぐらいのところ、そこまではもう結構しっかり振りに行ってるでしょ。そこそこの勢いで打球のライナーが飛んでいきようから、まあそれでツーベースだったかな。まあシングルヒットかもしれないですけども、まあそういうような曲気持ち、そっちが曲芸打ちするんだったらこっちも曲芸打ちするから。真面目な声、こんなに笑って、全然笑ってないまま、そっちが曲芸打ちするんだったらこっちも曲芸打ちするからって、絶対分からへんからって、こっちも分からへんまま発動するからって、大真面目な声で、もうそんな形で1点取ったらもうこっちもその形で1点取るよって、取り返すよってその最初の部分の心の声で、キューバベンチ笑い始めてるんですけども、仕事中に笑い始めるやつ絶対ダメなんですよ。スポーツの世界もどこの世界も同じ、絶対動き悪くなりますから気抜けるでしょ。で、もうピッチャーでね、マウンドで笑ってるやつ絶対打たれますから、あいつ
つ、あれだけもうさすがに嘘ばかりのテレビでも仕事に関してはさすがにあの仕事中何ヘラヘラ笑ってんのはもうちゃんと気合い入れてやれよとか言われるでしょ、まあ、やれって戦うっていう意味の方で競争ラリーサラリーマンっていう話企業選手みたいな話なんだと思うんですけども、あのシーン見てさっきの僕のワード心の声で聞こえてきた多分笑うと思いますよ。で、まあまあちゃんとその1点はその1点で取り返してるんですけど、ね、そこからもそんな方法で勝ちに来るんだったらこっちが本物の野球を見せたのはもう打線はつなぎですからね。そのもう一発狙いのホームラン狙いのホームランなんか通用しない。そもそも僕はテレビのチャンネルつけたらね、台風の数取ってるんだから打球飛ぶわけないじゃない風、向かい風と落ちてくる風だったら別ですよ。横から流れてる風はあれなんかレフトからライト側とかライト側からレフト側だからライト側からレフト側に風が吹いてるからレフト方向に打ったらいいみたいなことを言う人いるでしょ。スライスしたらどうするのって余計飛距離落ちるじゃない無風の方が飛ぶんです絶対に。それか追い風、この2択しかないから。で、打球角度が追い風だったらセンターか、センターに向かって一直線に風が吹いてるんだったらそれしっかりマッチするけども、ライト側とかレフト側だとそれは追い風は追い風なんだけども、ちょっとそれはそれで飛距離余分に余計飛ばさなきゃならなくなるんです。ちょっとずれていくから。ただ打線というものはつなぎであってね、特にまあ2ストライクまで追い込まれた時は、バットコントロールプラス選球眼っていうワードで言葉のワードを組み上げて淡井圭介の頭の中をお渡しいたしますと、まあ、そういうふうな形で、まあ、心も常に平静を保っておかなければならない。で、頭の中を渡すとプラスアルファで、そういう状態って160キロのボールでもはっきり見えるんですよ。僕もその感覚持ってるんですよ。140キロ台打ち頃そんなもの人が頭の中借りなくてもそれはもう練習で絶対そうなる140キロぐらいのボールが打ち頃じゃなかったら160キロなんか絶対打てないからあ、練習者もうみんな150キロぐらいだったら打てますよ。ストレート1本ならね、バッティングセンター、そこに変化球とかストライクゾーンとボールゾーンのボールの出し入れとかあるから打ちにくいんであって、内角高めとか、内角低めだとか、外角低め外角高めだとか、そのストレートに合わせた内容であとは変化球をこういう風に、カウントを積み上げていったから次はこのボールを投げたら絶対バッターが打ちにくいっていうのはこれはもうあるんですよ。例えばインコース2球続けてね、ストライク取られた後、じゃあ外角低めにボール投げ込まれたら、ストライクゾーンかボールゾーンか、どちらか、どちらとも取れるようなところを投げられたら、それもバッター対応しにくいでしょ。もうファールにするのが精一杯とか、まあ大体そんなものですよ。で、そこでもう真ん中からね、変化球とかフォークボールストーンと落とされたら、真ん中にストレートが来たように見えるから、よし来た、ど真ん中やって、ど真ん中って本当に打ちやすいんですよ。だけどもそこでボールがストーンって落とされたら思いっきり空振ると。まあだからそこはあのフォークボールのいいところなんですけども、ただしフォークボールってあれ結構危険なところがあって、あんまり勢いよくストーンって落ちるとバウンドするでしょ。キャッチャーの方は取るの大変なんですよ。あんなにたくさんフォークボール投げられたらキャッチャーがね、当たり前のようにこう素晴らしい捕球の力こう横にサッと動きながらこうきちっと取ったりする時とかありますけども、あんなに何回も何回フォークボールでバウンドされたら、もういずれの問題の話ではあるんですよ。その後ろに後逸するっていうのはね。まあまあ近代野球ではフォークボールとか結構たくさん投げられてますけど、まあその辺のところがね、あのランナーがいるいないで、例えばサードにランナーがいるところで、じゃあフォークボールを今投げるのか、それとも横に曲がるスライダーを選択するのだとか、この辺のところね、将棋みたいな部分があって、どれだけ野球のことがよく分かってるかどうかが試されてるところであって、まあそこはまあ、プロ、
日本代表の選手の人たちはしっかりとよく分かっています。どういうふうな形が一番いいのかっていうことが守備でも、まあちょっと話が野球の話にそれてしまいましたけども、多分まあバンドのライブの演奏時間が、まあ終わったのが19時ぐらいだったと思うんですけども、頭の中がまあ取られたりしてたんで、多分ね19時まあ回る運動のところそれぐらいの頃だと思いますね。だからまあどうしても話の内容も、野球の話をしてしまうのかもしれないですね。ということで、まあこちらの方は面白い話ということで、まあ今日はちょっと、面白い話を、お伝えしておこうかなと思って、お伝えさせていただきました。以上です。まあ機会があれば、まあいろいろお話ししたいなと思っています。まあ大英にいた彼がこの間のギターの陣や大英じゃない、イオンモール、ごめんなさいね、僕は言ったんですよ。イオンモールさんの仕事が見てみたいから、まあ大英はね、港川の方にあって、で、まあ大英からちょっとイオンモールさんに店チェンジしてもらったんですよ。まあこの辺のところはそこそこ店チェンジしてるんですけども、頼んでもないのに間違えたチェンジの仕方したら僕にめちゃめちゃ叱られます。本当に消滅するところは消滅します。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。現在時刻2024年11月19日13時30分。先ほど外の撮影してましたけども、今どうなってるかっていうと明るくなってますよね。気が晴れるけど雲ちゃんと撮ってるでしょ、明るいでしょ、理解できます。僕からしたらもう当たり前のこと、光量なんかどれいくらでも変えれるから、雲が張ってあっても。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。またまあ何か思い出して何か伝えたいことがあったら、アンラッキーモルフェイスさんへのメッセージということで、まあウドタイムズに関しては、まあ、ウドアナウンサーは、ウド音楽事務所の人だっていうことは分かっています。いますけども、いらない番組に関してはもういらないっていうことを僕ははっきりと、言います。で、これはもうすごく重要なことであって、アナウンサーとしてあなた、食べていきたいの？仕事したいの？って。嘘なんかテレビで言ってたら売り上げ下がるよってバレた時に、そのうちライブハウスに客席に物投げてたけども、金払ってお前らに文句言いに来たったわって、お前らは先に投げてきたやろっていう、投げてこられてくる人は投げてこられます。昔そういうの結構ありましたから、ほんとほんとあるからあるから、昔は結構やんちゃな時代があったんですよ、本当に。テレビドラマで出ていた、金八先生って聞いたことあります ?TBS の。昔視聴率高かったらしいんですけども、してることめちゃくちゃ。学校の校舎の中をノーヘルで学生がバイク乗りました。おー、こんな撮影許可学校が出したん教育委員会全員呼び出して全員解雇される可能性あるんですよ、これこれ頭おかしいやろってその後 TBS がどうなったか知らないんですよ、どれぐらいの請求金とか賠償金とか罰金支払されたのか、両方あり得る。政府の方に罰金納付したからといって、民間人側が許してくれなかったら、そこからも民間人からも賠償金払わされます。
だからまあまあちょっと笑い話ですけどね、本当に実例でそういう話がありますから、だからそういうふうなことを、まあ、意識しながら、良い歌詞曲を作ってもらったら、あ、そうそう、デスメタルいらない、本当に。金属大事だから、もうデスがついてる時点でいらないんだけども。だからもう、M レボリューションとアマリリス、もう分かりやすく言うと、ああいうふうな曲、ああいうふうな曲を作ってくれたらいいです。ただし、やっぱり髪の毛染めてる人たちがまだ混ざっていて、その、日々の生き方とか、見てるニュース、記事、情報、そういったもの、漫画、アニメとか、映画とかでもそうだけども、まだ暴力的なものとか、良くないもの見てるんじゃないかなって思われるような歌詞は混ざってる。だから、その辺のところに関しては、しっかりと自分たちで対応しなきゃならない。淡江さんが推してるグレイの皆さんの、歌詞はどういう風な歌詞かなっていうところを一回歌詞を見て確認して、あ、こういう歌詞じゃなきゃダメなんだなっていうことを理解しなきゃならない。だからまあそこはAI さんの方を利用して作ってる曲とかも、ホームページ淡井圭介の履歴の69番と70番の間のところに、閲覧する欄があるから、まあ、そこから聞いてもらったら分かると思うんですけど、そこでもまあ僕の方でアクセスできるようにしてる曲に関しては、まあ、20丸を途中から入れてる部分、まあ、最近の日数の近いところ、まあ、それに関してはちょっと基準甘くなってしまってるかなとか思います。あんまり何回も聞いてると